ヨーロッパを襲った冬の嵐の雲画像を、1999年12月。冬の嵐、2007年4月、カナダハリファックスにて、冬の嵐とは、冬季に強い低気圧などによってもたらされる、大雪、地吹雪、低温などの好天のこと。熱帯を除く、地球上の多くの地域で見られる。寒帯、冷帯、温帯、高緯度の乾燥帯では、 地域により冬の長さは違うが、冬特有の嵐が訪れることがある。また、熱帯でも、稀に、冬特有の嵐が訪れる。冬の嵐の特徴は、大量に、あるいは、長期間に雪を降らせたり、みぞれや、冷たい雨、雨氷などを降らせたりすること。風が強くなり、海では高波、海岸の低地では高潮、積雪のある地域では地吹雪が見られること。 気温が低い上、強風や雪などにより、体感温度が非常に低いことなどが挙げられる。冬は、上空の高い高度や大陸、極地付近に冷たい乾燥した空気が存在する。一方で、海は熱を持ち陸地の地表付近は、日光で温められるためこれらの地域には、暖かい空気、特に海などでは暖かく湿った空気が存在する。 こういった性質の異なる空気が接近、衝突すると、雲が発生して、雨を降らせ、気流の循環が発生して、やがて低気圧が発生し発達していく。低気圧は前線を伴い、前線付近では、雨雪や風が強い。冬になると、嵐が訪れる回数や強さが増す地域が多い。冬に、嵐が多い理由は、 大気の中で空気の温度差が大きいこと、ジェット気流などの低気圧を動かす、大気循環が早く、風が強いことなどが挙げられる。冬になると、メキシコ湾や北、アメリカで低気圧が盛んに発生し、それが大西洋を北東に移動しながら、発達、やがてヨーロッパに到達して弱まるという気象パターンが多く発生する。 低気圧の上昇地域となるカナダの大西洋岸、大西洋北部、グリーンランド、アイスランド、北欧などでは低気圧によって頻繁に嵐に見舞われる。また、その他の地域でも低気圧の進路次第で嵐となる。低気圧の上昇により、アイスランド付近は冬の間ずっと気圧が低い状態となるため、アイスランド低気圧と呼ばれている。 これはこの地域の冬の嵐の強さを示す指標の一つであり、北、大西洋振動の基準気圧の一つでもある。また、ドイツとオランダ周辺諸国の冬の嵐は、オルカーンと呼ばれ、地域によっては雷雪を伴い、多くの被害をもたらすことが多い。冬になると、中国大陸や日本海、東、シナ海付近で低気圧が、盛んに発生し、それが、 日本、千島列島、アリューシャン列島付近を通過しながら、発達、やがてアラスカに到達して弱まるという気象パターンが多発する。これらの地域では頻繁に嵐に見舞われることになる。低気圧が急発達する日本付近でも、周期的に低気圧が通過してしばしば強い嵐に見舞われる。低気圧の上昇により、アリューシャン列島付近は、 冬の間ずっと気圧が低い状態となるため、アリューシャン低気圧と呼ばれている。いかに、有名な冬の嵐、顕著な災害をもたらした冬の嵐を挙げる。ありがとうございます。